皆さんこんにちは。11月3日に行われるチーム対抗戦の、今日はチーム分けをしていきたいと思います。題して特集会体操クラブチーム対抗戦ドラフト会議。今回の対抗戦は、2チームで戦っていきます。なので今日は2人の選手に、来ていただきました。それではよろしくお願いします。はい、まず1人目は杉野高明選手です。よろしくお願いします。はい、そして松見和樹選手です。よろしくお願いします。はい、それではこの2人でドラフト会議をしてもらいたいと思います。杉野選手、意気込みをどうぞ。そうですね、チーム対抗戦僕たちもしっかり準備して最高の演技をして優勝するためにこのドラフト会議というのがすごく大事になってきます。魂込めて、選手の名前を書き、ドラフトになったらしっかりくじを引き当てるそういった力をここで発揮していきたいと思います。頑張ります。はい、松見選手はどうですか。相手が、ジャパンオープンの個人総合優勝者である高明なんで、それに負けないチーム力を、僕が、主体となって作って、優勝したいと思います。ドラフトからも勝負が始まってると思ってるので、もうここから勝ちに行きます。よろしくお願いします。はい、では早速やっていきましょう。まずは、杉野選手、松見選手、第1巡獲得希望選手をフリップにお書きください。さあ、お二人とも書けたでしょうか。はい、はい、はい、では発表してもらいます。では次の選手から、はい、第1巡獲得希望選手はどうぞ。はい、高橋選手です。おー、はい、では松見選手発表してください。北園選手です。おはい、ここはかぶりなく。これはかぶりないですね。杉野選手、はい、高橋選手を選んだ理由は。はい、僕の苦手種目でもある、釣り場を補える、でさらには、床、あん馬と、高得点が狙える、そういうところを、加味して高橋選手を選びました。なるほど。では松見選手、はい、北園選手を選んだ理由は何ですか。6種目全部取れるオールラウンダーを取ろうと思いました。でタケルを高明に取られてしまうと個人総合の方でなるほど、しっかり取れちゃうという態度を何としてでも取っときたいと思いました。はい、すんなり1巡目は決まりました。よし、それでは、続いて2巡目の選手を選んでもらいたいと思います。それでは、2巡目の選手をお書きください。いやでも本当にこれはマジでちょっと僕はもう僕なりの戦い方をします。お、個性が出ますよし、はい、できました。書けましたか。はい、はい、では発表してもらいましょう。では次、松見選手からいきます。第2巡目獲得希望選手を発表してください。春樹選手です。ここで、では杉野選手、第2巡目獲得希望選手を発表してください。はい、米倉選手です。ここで勝負に出た米倉選手です。スペシャリストの米倉選手、はい、米倉選手です。さあ2巡目もかぶりなく、はい、
決まりました。では松見選手、春樹選手を選んだ理由を教えてください。と僕が取れない跳馬と、また、僕とタケルがそんなに強くない釣り輪を取れる緑が、最適じゃないかなと思って取りました。なるほど、作戦がありますね。はい、では杉野選手、はい、米倉選手を選んだ理由は。はい、高橋選手を、1番目に選び、高橋選手が、まあ、跳馬が、得意ではないということを、考慮して、米倉選手の一発、うん、でかいこの米倉をか、新しく、やってくれるであろう技か、まだ決まっていませんが、そこに向けた爆発的なこの点数を獲得するため、米倉選手を選びました。なるほど、米倉選手は本当このチーム対抗戦ではおそらく鍵になってくると思います。そうですね、この爆発的な跳馬が松見選手のチームをもう上回る、チーム対抗戦になるんじゃないのかと考えてます。なるほど、はい、いいですね。松見選手今のところセーフばっかりになってますけど、はい、たまたまですたまたま、たまたま。よし、では、2巡目の選手も決まりました。では3巡目の選手を選んでください。さあ、ここまでかぶりなくきましたが、少なくなってくるとかぶる選手が出てくるかもしれません。さあ、杉野選手は。はい、もう決まりました。早かったですね。はい、さあ、松見選手、チームセーフを作ってくるのか。チームセーフで戦うつもりなんですか。はい、では決まりました。はい、では第3巡目獲得希望選手、杉野選手から発表してください。はい、川上選手です。お、川上翔平選手。はい、では松見選手、第3巡目獲得、はい、希望選手を発表してください。川上選手です。ここでここで被りました。ついに被ってしまった意味。はい、ということで今回、はい、被ってしまったということで、ね、野球のドラフト会議のようにこの抽選箱に、丸と何も書かれていない紙2つ入ってます。さあ、この2つを、順に取ってもらって、どちらか丸を引き当てた方が、川上選手を獲得することができます。それでは順番は2人で決めてください。じゃんけんしましょうか。最初はグーじゃんけん、ほい。じゃあ先行で、さあ取りました。ここで引きます。ではもうそれでいいですね。はい、では一斉に開けてください。どうぞ。獲得です。川上翔平選手は次のチームとなります。はい、ということで、松見選手、誰かを今ここで選んでもらいます。フリップにお書きください。これ誰を選ぶかも重要となってきます。まだセーフの選手は残ってるけどチームセーフチームセーフを作りた。書きましたか。はい、はい、では、松見選手、第3巡目獲得希望選手を発表してください。湯野木選手です。湯野木選手、ここで関西高校が入ってきましたね。セーフ外しですね。はい、じゃあ、まず杉野選手に、はい、します。はい、川上翔平選手を選んだ理由は。そうですね、川上選手は、まあ、怪我からの復帰ということになるんですけども、平行棒、鉄棒における、高得点獲得にすごく期待ができます。で、まあ、そこで僕の鉄棒と、川上選手の鉄棒が合わされば、ここでも爆発的な点数を獲得できると思っています。なので川上選手を選びました。なるほど、では、松見選手、はい、
家の木選手を選んだ理由はどこにありますか？健太郎は、アンバー、釣り場、平行棒、鉄棒が取れる選手なんで、その4種目どれでも対応してもらえるんじゃないかなって思って取りました。なるほど、家の木選手、オールラウンダー全て取れます。ここで出場する選手が9人なので、4人対5人になります。はい、なので最後の1人をこれから取る、抽選をしてもらいます。はい、ここでまたこの抽選箱を使って最後の1人、5人目を取る抽選をしてもらいます。丸を引き当てた人が、5人チームということになります。はい、では見てもらいましょう。5人目の選手を獲得するのはどちらか。じゃんけんいきますか。もう一回最初はグー、じゃんけん、ほいよし先行いきます。ここいきます。はい、では一斉に開けてください。どうぞ。くじ運がね、くじ運が今日ついてました。はい、ということで、チームが決まりました。杉野選手チームが、杉野選手、高橋選手、米倉選手、石澤選手、川上選手、そして、松見選手が、湯野木選手、春樹選手、北園選手となりました。この2チームでチーム対抗戦を戦ってもらいます。はい、ということでチームが決まりました。しっかりと強化をしていって、全日本団体に向けてもつなげていってほしいと思います。それでは2人、いい戦いを、はい、頑張りましょう。ありがとうございます。はい、公開試合、チーム対抗戦は11月3日です。また、YouTube にも上がると思いますので、ぜひ見てください。それではさよなら。